半世紀生きたも働きたくないピロヤンです。おざんす。10月18日日曜日の、朝はもう11時になろうとしてます。それでは今日もよろしくお願いします。今日18日の支出は2681円です。スーパーで買い物が881円で、で、ちょっとパソコンのつけてる USB に接続しているそのカードリーダーが調子悪くて、その SD カード読み込めなかったんで、新しいあのカードリーダーを買ってきました。それが1800円で、合計2681円。預金残高は498万8142円です。はい、それでは飯にします。今日の晩ご飯はキムチ鍋です。コメントでなんか資産運用とかなんか何節約とかなんか言ってますけど、なんか何みんなそんな節約とかうまいことやってるんですかね。なんかこう定年まで何人やから、まあ1年間これぐらい使えてみたいな、で何年後から年金もらえてやから、もうなんかようそんなん、ね、そんな計画的に人生遅れてすごいですな。なんかこう俺の動画見てんの上級国民しか見てないかな、ほんま、すごいっすわ。なんか尊敬しますわ。今日もまあなんか節約とか関係なしに鍋食ってますわ、ね、今日はスーパードライですわ。スーパードライ飲めようになったらもう酒やめますわ。うどんもええかな。うどん食べます。ちょっとこちらに行こうかな。あ、いけるいける。あ、うどんうめ。うどんうめえや、締めのうどんがうめえよ。キャンプの時鍋した時いまいち満足できなかったんで、今日リベンジで鍋にしました。それでは、動画ご視聴いただきありがとうございます。ピロヤンでした。ではまた、明日明後日よくわからん。